今日はですね、そうめんのアレンジレシピ、夏に、これから夏に向けて本当にぴったりのめちゃくちゃ美味しいさっぱりとしたそうめんご紹介させていただきたいと思います。梅そうめんですね。しかも、まあったかい麺から作っていくわけなんですが、冷やさず、だけどそれでもめちゃくちゃ夏向けのさっぱりしたメニューで、どんどん進んじゃ止まらないレシピになってます。はい、それでは調理スタート。まずは材料の紹介なんですが、大葉ですね。そうめん、今日は2束作っていきたいと思います。海苔ですね。あとは梅、あとはこちらの梅のチューブですね、梅肉、こちらの方を使っていきたいと思います。今日は紀州南高梅って書いてますけど、下準備はですね、もう10秒ぐらいでできてしまいます。まずは大さじ2分の1のバターもしくはマーガリンですね。 2g のだしの素、はい、あとはここにですね、小さじ1の梅入れていきます。もう下準備は OK。 これで本当に美味しいのできるのと思うかもしれませんが、めちゃくちゃ美味しいんで、そうめん2束じゃね、ちょっと本当にね、一人でも足んないかなと思って、今日はね、子供とちょっと食べるんですが、子供と分けて、これ一人で2束でも3束でもいけちゃうようなレシピになってますので、はい、そしてここにもう茹で上がったのそのまま入れて、こうやって和えるだけ。大さじ2ぐらいの茹で汁を少し入れて和えると滑らかに仕上がります。で、あんまり入れすぎるとびちゃびちゃになりますので気をつけてもらいたいですが、もうここで1人2束でもよかったな。はい、大葉、ここに梅、あ、ここに海苔ですね。はい、これで梅そうめんの完成になります。梅そうめんいただきたいと思います。いただきます。海苔と梅干しで、これを食べ方としてはどうやって食べるかというと、これ気にしないでガンガンに混ぜて食べます。うん、これがね、一番美味しい食べ方です。ちょっと汚いようなんですが、混ぜると、ちょっとね、今ね、撮影で時間経っちゃったんで、ちょっとくっついちゃいましたけど、皆さんすぐ家でやられる方は全然くっつかない。いただきます。うまっ、最高。なんでパパ、うまそうに食べなかったん？うまそう、美味しいね。さっぱり、これあったかい麺なんですけど、さっぱり、バター入れるんでね、あの、今日は冷たい麺にしてないんですけど、うん、最初バター入ってる、うん、バターとね、この梅、バター梅の風味がもう絶妙。一瞬、瞬殺。パパ一番終わった。はい、それでは今日は梅そうめんご紹介させていただきました。